こんにちは、のりたろうです。今回はモダンコインを買っている皆様がおそらく一番心配している69グレードが出たらどうしようかという問題について、もしかしたら損するのではないかと心配されている方も多いと思いますので、そのあたりが実際どうなっているかを分析してみました。私はコイン投資初心者ですが、コイン投資をしているといろいろと気づいた点がありましたので、重要だと思った点について発信しております。今回はモダンコインの69グレードが出てしまったらどうしようと心配されている方向けに、モダンコインが実際に売れた売買実績価格を分析しまして、裸コインの場合で売った価格、あとは69グレードの価格、あとは70グレードの価格をそれぞれ分析してみました。今回分析に用いたのはモダンコインの人気シリーズのクイーンズビーストシリーズで分析してみました。なのでこのデータは人気のコイン限定の分析結果にはなるかと思いますが、大体の傾向はつかめるかと思います。特にクイーンズビーストの場合は、図柄でちょっと人気があるコインだったり、あまり人気がないコインだったりというのもあるので、それも全部含めたデータになります。でそもそも人気のないコインっていうのはですね、ご注意いただきたいんですが、売れないリスクがありますので、そういうのは買わないように注意が必要ですので、どのようなコインを買えばよいのかっていうのは、私の過去動画の、コイン投資で失敗しないための10のポイントという動画を参考にしていただけたらと思います。ということで早速データを見てみましょう。まずは、銀貨で1オンスと5オンスの分析結果になります。それぞれ、未鑑定品69グレード70グレードのメルカリで売られた、価格の場合とヤフオクの場合との平均金額を出しております。でまず販売価格はイギリスの王立造幣局のロイヤルミントの販売価格で、ポンド円の為替レートは155円で計算しております。で送料とかも別途かかるんですけど、ロイヤルミントで買うと送料相当の割引があるので、送料なしで計算しております。でそれぞれの平均価格が、3列あるうちの左側の数値で、真ん中が販売価格と比較して、何パーセント上昇したかという上昇率で、右側の N 数というところがそれぞれの解析に用いたコインの数になります。そして上から3列目はですね、上からメルカリヤフオクで、3列目がメルカリとヤフオクの結果の平均値で、最後4列目には、そのメルカリとかヤフオクで売った場合、売買手数料が 10% かかりますので、その 10% とあとグレーディングに要する手数料を差し引いた最終的な価格が、売買価格から、いや販売価格から何パーセント上昇したかっていうのを示しています。ということで1オンス銀貨を見てみますと、1オンス銀貨については各種手数料を引いた、4行目ですね、金額で見ますと、未鑑定のコインで平均の 200% の上昇率で、69グレードは 129%、 70グレードは 221% の上昇率となり、全てで、値段が販売価格より上昇しています。また69グレードは裸コインより安くなっていますが、129% 上昇となっており、しっかり 1.3 倍ぐらいになっています。でただし今回の解析結果にはクイーンズビーストの最終章の、コンプリート版が含まれておりまして、コンプリート版はまだ鑑定済みのコインが出ていないので、未鑑定の金額をちょっと釣り上げているということがあるので、それを含めると鑑定済みコインの他の上昇率ももっと高く今後はなっていくと思います。そして注目すべきは、メルカリとヤフオクの違いです。未鑑定品の69グレード
未鑑定品と69グレードと70グレードで、全てにおいて金額が平均的に高くて、特に70グレードは平均で 404%、 これヤフオクの方が 404% と、まあ、とても高くなっておりました。また取引数も多いので、70グレードなんかを売るときはヤフオクの方がもしかしたら高く売れるかもしれないかなというのが分かります。そして5オンスのところを見ると、最終的な手数料を引いた場合の上昇率が未鑑定品で 133%、 69グレードで 152%、 70グレードで 179% となっており、まあ、いずれも販売価格よりも上昇しておりました。で、今回の5オンスは未鑑定品よりも69グレードの方が高くなりました。で、次に、金貨に参ります。金貨はさすがに、取引数自体がちょっと少ないのでしっかりした統計データは取れませんでしたが、それでも1オンス金貨では、最終的な手数料引いた金額でも、未鑑定品で 121%、 69グレードで 110%、 70グレードで183% と、全てにおいて販売価格よりも高くなっておりました。また5オンス金貨は1枚しかなかったんですが、70グレードで 151% の上昇率ということになりました。ということで、今回は数値の表ばかりでちょっと難しくて退屈だったかもしれないんですけど、結論としてはロイヤルミントで、まあ、原価で買ったコインっていうのは未鑑定品69グレード70グレードのいずれでも上昇率は 100% を超えており、まあ、原価割れをすることは、なかったということです。で、当然の結果とは思いますが、これはギャンブルではなく、まあ、しっかりした投資であるということが改めて証明されたのではないかと思います。またあと69グレードの場合には、未鑑定品よりも安くなってしまうことも多かったということも分かりました。これもよくよく考えると、未鑑定品の場合はですね、70グレードになる可能性があるという、まあ、期待感もあるので、まあ、それも含めて、まあ、69グレードで確定してしまったものよりも、まあ、若干高くなるのかなというのも分かる気がします。そして最後に70グレードと69グレードですね、どれぐらい違うかを見てみますと、まあ、全ての銀貨と金貨ですね、今回出したものの上昇率の平均で、まあ、上昇率が69グレードから70グレードになると 152% 上昇ということで、まあ、79グレードは69グレードの 1.5 倍の価格になるというのが大体傾向としてつかめました。また販売価格と70グレードっていうのを比較すると、まあ、全平均で 183% ということで、まあ、大体 1.8 倍ですね、販売価格から高くなるということが、まあ、平均ですけど分かりました。ということで、最後に分かったことをまとめますと、このようになります。未鑑定品は1オンス銀貨と金貨で69グレードよりも高いことが分かりました。でヤフオクの方がメルカリよりも高く売れる傾向があったというのが分かりました。あとは69グレードでも価格上昇率っていうのは 110% から 152% と、まあ、しっかり儲けが出るということが分かりました。あとは70グレードは69グレードの平均約 1.5 倍、最後に70グレードは販売価格の平均約 1.8 倍ということが分かりました。ということで、結論としましては、まあ、ロイヤルミントでコインを買ってそのまま売ったり、まあ、グレーディングして売るという方法は、まあ、クイーンズビーストのような人気のあるコインでは、まあ、もしも69グレードが出ても失敗しない投資方法であるということが分かっていただけたかと思います。また今回は販売してから、まあ、数年しか経っていないモダンコインのため、これをさらに寝かせることで、利益がどんどん出ていく
確率が上がると思います。あと最後に注意ですが、くれぐれも売れないコインっていうのは最初から買わないということが大切ですので、まあ、そこはくれぐれもご注意願います。またあくまでも投資は自己責任になりますのでよろしくお願いします。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また大変励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴してくださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。